まず、トップバッターはですね、赤組のね、水泳大会の女王、はい、西田ひかるさんからです。ひかるちゃん、怖いよね、ここ。毎回怖いとか言って結構記録出すじゃない。出してないですよ。そうですか。怖い。いやそこね、ぜひとも頑張っていただきたいと思いますからね。頑張ってね、はい、でもお前結構ね、あの行っちゃえば4メートル以上ね行くものなの。トップバッターって怖いんですよ。でも大丈夫大丈夫。どういうやり方やればあの顔面打たないとかなんか、うん、だからみんなあのひかるちゃんが鼻血ブー出したらあやめようとかそういう気持ちになるから。そうそうそう、なんかの見本だからね。見本サンプル版さあいい大丈夫行きましょう。はい、頑張ってね。お、いきなりいった。そのまま落っこったと言った方が記録は5m。 石田ひかるちゃん5m。 さあ、ひかるちゃんは 5m 飛びましたけどね。え、えりこちゃんはどのくらい。私はその記録が伸ばすとかじゃなくて、とりあえず飛べるかどうかで頑張りたいと思います。だから俺のこと、はい、叩いたりするなって毎回言ってるだろ。怖いんだもの。そういえば去年でしたっけ、あのこうやって戻ってきたのってエリコちゃんじゃなかった。私です。そうだよな。でも大丈夫。え、そうですね。だから行ったら手離すんだよ。戻ってきちゃダメだよ。オッケー。わかる。はい、わかります。え、みんなどこに捕まってるんです。下に捕まれば。これじゃ危ない。言わないで、これ早く持って飛べばいいのよ。一番下じゃ危ないじゃないですか。まだ2人しか飛んでませんけど ね、 そうですね。今、田村優子ちゃんの7メートルが最高ですからね。すごいですよね。それを超えなければなりませんが、どうですか自信のほどは。あんましないですけど、でも6メートルは行きたいなと思ってるんですけど。6メートルは行きたい。6メートルは、うん、やっぱそれ以上超えてくださいよ。そう、ね、頑張ります。頑張って頑張って。僕のポテトはチンチンチン。うるせえよお前は。うるせえよ。せっかくお前落ち着けてんだからやめろよ。応援歌いきます。せーの。あー、大丈夫。わっかー、なんという無謀な女だこいつは。ちょっと今の危ない。大丈夫。さあ記録は3m30。 さあ瀬能は初めての挑戦ですからね。はい、結構上上がってみると高いだろ。高いですね。これをねクリアしてて距離を出さなきゃいけないのよ。あやーありゃーじゃなくて自信はどうですか。頑張ってみます。頑張っていただきましょう。でも知らないだけに結構あのやっちゃえっていう感じでね。知らないがゆえにね。知らないだけにやっちゃった方がいいかもしれないですよ。パーッと。はい、頑張って。お、いった。あ、綺麗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 。ナイスバーディーねえ。もう、出てきただけでね、あのご飯食べてる食卓のみんな手が止まってる。もう思いっきりってこう食い込んで、あそこ喋れたら痛いっていうようなね、そんなよくわかんないけど。なんてこと言うんですか。さしろさん、もう、怖い。なんかこの戸惑いが、このなんかこの息の漏れ方がなんか。普通と違うよ ね、 ね、普通のなんか可愛いのに可愛い、ね、ちょっと色っぽいなみたいな。いた。綺麗綺麗綺麗に飛んだ、うん、記録は記録は 6m30。 さあ飛んでる。分かってるよ。結構タイミングですね。うん、分かってる。理屈、じゃあ理屈は分かってるのね。理屈は分かるの。サイザーみたいに、うん、あーって。それ悲鳴だろ、ただの。ターザンじゃなくて今の悲鳴だぜ。まあいいやね。じゃあその悲鳴を忘れずに、ね、あーって言ってもらいましょう。もう記録は 6m30。中島はですね、初参加ですね、はい、水泳大会。
どうですか自信のほどは。いやダメなんですよ、高いところ。高いところダメ。それでもやっぱりね、これから芸能界でやっていくにはこういうのがいろいろありますからね、はい、クリアしていかなきゃなりませんからね、はい、一つ頑張っていただきましょう。はい、初めてですからね、心を落ち着けて。いった、飛べ。あ、綺麗綺麗綺麗よ。記録は8メーター。よしこちゃんが6メーター30ですからね。はい、じゃあ私は10メートルから飛びます。だからそれはメインだよ、これは。俺はこのまま紐でだから、ね、でもこんな胸が大きいのに別に胸が大きいと思わねえのが不思議だよね。ごめんなさい、失礼なこと言わない。いや、ね、まあいいですけど、これね、でも私重いからこれ、ね、いいかな。いや大丈夫、それを振り子に使えば。せーの、いった。お、あ、だ途中までは綺麗でしたね。すごい、なんかね、1位狙うぞってなんかそのままね、尻つぼみに終わってしまったという ね、残念でしたね。記録は5メーター30。ということは、はい、女子の部の優勝者はなんとここの瀬野あずさ。記録は